私たちは人を外見で判断する傾向があります。身なりや容貌の良し悪しだとか、社会的地位、家柄、学歴、そして資産などによって判断しがちです。しかしながら、主はこれとは異なった基準で人を測られます。主は人を測られるとき、心を測って人々に祝福をもたらす力があるかどうかを知るための指標とされるのです。ではなぜ心を測るのでしょうか。それは、心という語は人格を表す言葉だからです。心を測るということは、あらゆる行いを測るということです。主は心という言葉を努力の大きさという意味で使われました。自分や他人、状況を改善するためにどれほど努力をしたかが問題なのです。